はい、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。今日もですね、君たちに、動画をね、送り届けようかなと、うん、そんな風に思ってる次第ですね。今日はね、ちょっと変わった動画というか、面白い動画というか、いいよね。現在、J リーグの J3 かな、5位にいます、SC 相模原。うん。ここの監督、戸田監督がですね、解任になりました。はい、で、解任された時はね、おそらく順位的には、6位、7位、8位とか、その辺の圏内だったんですね。まあ、十分、プレーオフ圏内、もしくは自動昇格も全然狙える位置にいた状況だったと思います。はい。で、今回は、なぜ戸田監督が解任されたのか、予想しましょう。言い当てましょう、ズバリ。みんな、結構びっくりしてるでしょ。そう、だからこれがね、例えば最下位にいるとかなったらね、もう解任されるじゃないですか。で、あからさまにも、もうなんかもう、昇格、プレーオフ圏内にも、からも離れてるとかね、いうことであれば、話は別なんですけど、まあ、それなりの順位にはいたので、っていうことなんですよ。で、これまず思うにね、SC 相模原って、スポンサーがね、メインスポンサーが確か DNA だったんですね。で、DNA って野球を持ってるじゃないですか。結構でかいですよね。だから、クラブが持ってるスピード感と、戸田の持ってるスピード感が違ったのかなと。戸田はおそらく、もう少し時間をかけてゆっくりチームを作っていくっていう感じだったのかもしれないけど、チームとして、フロントとしては、もっと早く、チームを作り上げてほしい。なんだったらもう今頃首位になっててほしいみたいな。そんなスピード感を求められたのかな。そこの差が、ギャップが、今回の解任につながったのかなっていう一般的な意見。これ結構、あれですよね。うん、ありますよね。戸田としてはまあ、言うて相模原ね、別にそんなすごい戦力持ってるわけじゃないんで、時間かかるってのは理解できるし、でもフロントは、もっと早く勝ち上がってほしいと思ってたんじゃないかなというふうに思うんですね。それと二つ目。まあ、戸田のこのやってるサッカーで非常に守備的なんですよね。しっかり守って、まあ、点を取る、堅守速攻みたいな。まあ、日本人がよくやりがちなサッカーなんですけど。まあ、でも、フロントは、もっと攻撃的なサッカーを求めてたっていう場合もあるよね。要するに、結果うんぬんじゃなくて、やろうとしてるサッカーが全然ずれてるっていう。フロントとしては戸田にもっと攻撃的なサッカーを求めてたかもわからないし、でも戸田にはそんなことはできないからね、もともと守備的な選手だから。っていうところで、そのやろうとしてるサッカーがそもそもずれてたのかなっていう。これが二つ目ね。これもありがちだよね。だ結果うんぬんじゃないと。サッカーそのものが気に入らねえということですね。で、三つ目。これが一番やばい理由。まあ、戸田ってさ、この、監督やる前って結構解説やってたよね。俺ちなみに戸田の解説って、あんま好きじゃないんですよ。なんかね、どう言うたらいいんやろ。まず人間味がない。で、サッカーの解説って、そうだな。まあ、言い方変だけど、ぶっちゃけいらないんだよね、本当言うとね。別に解説って。で、その、プレーを冷静に分析してほしいとかじゃなくて、一般的にこう、見てる人たちが面白おかしくなんか聞けるのが一番いいんだけど、戸田の解説ってすごく論理的なんだよね。うん。ただただ本当にサッカーをプロとして解説してるって感じで。なんか聞いてて面白くないんだよ。だ一般の人何のこっちゃわかんないし。って考えると、こいつの例えばなんか話し方とか、そういったところが今のこの選手たちとフィットしてなかったんかなって。どういうことかというと、選手と監督ってのは、まあ、監督がこういうサッカーします、それに従っていくよね。でも、戸田のあの感じだと、まあ、その言われた通りやるんだけど、心をつかめてなかったのかなって、戸田のあの感じだとね、話し方だと。まあ、言ってみたら、戸田の人間力って決して高くはないと思うんだよね。あの感じだから。うん。だから、結局人がやることだから、サッカーって。ただ、はい、フォーメーション、4-4-2-3-5-2 でやります。はい、この通り動いてください。それだけでは勝てないからね。やっぱその選手の心をつかまないといけないから。で、心をつかむために人間力が必要なんでね。この人間力ってのは難しくて、どれだけこう社会で揉まれたりとかしてるかっていうことだと思うんだけど、まあそういう経験がね、戸田にはないのか、ないというよりも、戸田には多分その人間力がないのかなってあんまり。っていう感じがする。っていうところで、まあ言ってみたら、選手と監督の信頼関係が、もう破綻してたのかなと。
いうこのパターンが3つ目かなっていう気がする。で、俺は多分この3つ目じゃないかなと。結果が極端に悪かったわけでもないし、戸田のやってるサッカーが気に入らなかったら多分去年解任されてると思うんですよ。就任2年目なんでね。っていうことはやっぱ選手と監督の間に本当の信頼関係がなかったんじゃないかなという感じがするんだよ。で、もちろん戸田にハマる選手もいると思うんだよね。あえて理路整然と論理的に伝えてほしいっていう選手もいるだろうし、もっとこんなか人間味あふれた、クロップのようなね監督がいいっていう人もいるだろう、いるだろうけども、結局でも成功するには人間力が必要なんで、森保のようなやっぱ試合前に涙するとかね、やっぱそれで人の心つかむでしょ。やっぱ人の心つかまないとダメなんだよねっていう感じで、戸田はちょっと心つかめてなかったんじゃないかなという感じが予想されます。で、ここで一番重要なことは、ということは戸田は今後どこに行ってもですよ、失敗するんじゃないかなって。戦術が間違ってたわけでもなく、やり方が間違ってたわけでもないと思うんですよ。多分選手と その信頼関係じゃないかなって、俺そこがちょっと課題かなと思う。だとしたら戸田の指導者戦はもう終わり、っていうところかなと。で、まあ俺が解任された理由はその一番最後の理由かなと俺は思ってる。成績が極端に悪かったわけでもないし、やってるサッカーが極端になんか間違ってるってわけでもなかっただろうし、選手との信頼関係じゃないかな。今後戸田がね、まだ解説者になるのかどうか分かんないですけど、あの話し方では人の心はつかめない、一部の熱狂的なコアな人間はサポーターは得られるかもしれないけど、でもそれでは監督にはなれないんで、万人を納得させないといけないんで、戸田、俺の言葉響いてるよな、響いてたらお前俺のチャンネル登録しろ、頼むぞ、生かしてくれな今後。